うわ、いきなり難しい単語になったぞ。マレボー、これも受験レベルを超えてるな。あー、4番の漢字が読めん。ハローでは始まりました、文字チャンネルです。今回はですね、超上級英単語のクイズに挑戦してみたいと思います。もうこのみんなで早押しクイズですね、もうバンバン英単語クイズ招待されるようになりましたので、やっていきたいと思いますね。4択ですが、様々な形式が出るわけですね。4択か、じゃあ打ち込まなくていいわけですね。アイスイって会話してる。では始めます。朝倉未来いる。さあ行きましょう。アンタイバイオレック、簡単簡単、よし。抗生物質、アンタイバイオレックス。はい、まあバイオっていうのがね、生物のことですからね。アブラプリー、これもまあ受験レベルじゃない。はい、4番、はい、突然に、うん、全然難しくないですね。さあこれデンテスト、これも別に余裕ですね、歯医者さん。よしよしよし、どういうルールなんだ。あー、みんな30ポイントなんだね。うお、いきなり難しい単語になったぞ。セコエア、セッコエス4じゃないかな。よし、あ、出た。いや、一気に難くなったぞ。マレボー、これも受験レベルを超えてるな。1じゃない、自由に変形できるじゃない。そうそうそう、よかった。いや、むずいぞこれ。2問連続で相当レベルの高い単語がやってきたぞ。 drown、 一気に簡単だな。いや、これ普通に溺れるでしょ。そう、 drown ですね。アウの音が重要ですね。まあ正確には溺れ死ぬって言うんですね。こと日本語でずれてる。impervious、 これはそう通らないみたいな意味だから、影響されないってことだよね。よし、 OK。 espionage、 あ、これは簡単ですね。スパイですね。そう、スパイ、ほら SPI ね、このスパイ SPY のところと同じです。次のうち、carefree の類義語でないものを選べ。gingery、 scrupulously はそうでしょ、 prudently かな。あ、あ、そっか、押さないと。 emancipate もむずい単語だよね。解放だよね。よし、あぶねー。いや、レベル高いよこれ、相当高い。 expensive の類語を選びます。何ホモってコストリーじゃん、こんなの難しくないでしょ。でも選択肢がむずいぞ。何ホモって precipitous、 あー、下にこう落っこってくるんですよね。そうそうそう、断崖絶壁、プレシピテーションの引っ掛けなので、この香水のは間違いやすいよねって書いてある。いや、むずい。 North Korea always set up since for foreign visitors to see、 ピリオドがない。 Preston lawyer painstaking mendacious、 え、 Preston、 え、違うの。あ、そういうことか。なんであのなんか素朴な感じを見せるだと思ってた。ティンバー、え、木材じゃないの。え、いや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 、え、いや、ティンバー、え、イギリススペルだったら合ってるでしょ。カルジュラン、鍋系の単語だね。うん、よし、 OK。 なんか見たことある気がする。ダミナントは簡単だな。優勢、はい、楽勝、3番。よし。ちょっとティンバー調べなきゃ、後で。納得いかんぞ。エミネイト。A は相当
ってことで、なんかよし、ハッスル外ってだけで予想した。Paleontology は、TOEFL に出てくるよね。昔のことを調べるやつだから、古代生物学。これはね、あの TOEFL 受ける方は知っておいてください。Paleontology は、中がついてないことも多いです。古生物学っていうのは日本では。4番の漢字が読めん。わからん。カモの走る胃が何かがわからん。ユータイルがなんかこれがあるですでしょ。トランスパレントは簡単。はい。ユータイルはクイズで覚えた単語。カンガルーとかのやつね。あ、日本語が低音恐怖症、ハイドロフォービア違うでしょ。ハイドロフォービアポコ。読めねえ、この4とか。なんて読むのこれ。エイルクチュラ。え？ビッグリン喧嘩でしょ。アルターキーション違うでしょ。コレロは喧嘩でしょ。プレディレクションに違う。むずっ。ボーリングと類語でないもの。モノトナス、はい、一回。インスピッド、ドラブ、フューティルでしょ。多分ね。よし、オッケー。フューティルは重視でも出るレベル。いや、レベル高っ。スクルティニー。うん、これは調べることですね。あれ、なんか、出なかったっけ、東北大かなんかで。今年。問われてた気がするな。Have to read through なんとか and hack me、yeah? ideas when they are working English essay。 インパーシャルじゃない？アップね、押してたら間違ってたかな。パス、音楽作品でも、音楽作品も芸術作品のうちの一つじゃないの。アポトーシス、これはね、日本語にもなってるでしょ。アポトーシスって細胞が自分で死ぬこと。よし。この種類、あ、これは鑑定士のことですね。だから目利き。いや、なかなかというか相当むずいぞ。セイキン TV いるやん。セイキンさん。あ、十分と、いや、むずっ。どれもほじゃん、ほ。わからんけど、これよし、あったあった。豊穣剤ってどんなものだ。縁とか物とかって意味だから。え、なんでいてね。はい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 。これはね、出てくるんですよ。ニュースとか見てりゃ。なんでいてとね、この雨とか台風とかのニュースに出てきます。エンディファティグ、ファティグが入ってるね。疲れが入ってるから、そう、疲れないって強いわけですよね。因が否定だからね。エクスクリート、これは知ってるぞ。外だよね、X がね、外に出すだから、はい、よし、選んだけど、これ排泄って読むんだっけ。なんかこの、え、ジェラティナス、液体が出るっていう意味でさっきのですね。グラティナスは違うでしょ。エンピアボー、ビスカスピリコーズは、あ、はい、これどれも英検級で勉強した気がする。エグジウム、これも外に出す系だね、 X だから、よし。そう、この多分フュームっていうのとヒューも引っ掛けようと一致にしてんだと思うんだよね。バウスター、これは知ってる。強化するでしょ。よっしゃった。はい。ストレングスの意味ですね。入試ではそんな重要じゃないか。でもまあ、覚えてる単語だな。これ何点まであるんだっけ。ウィットニー・ヒューストン、one of the highly acclaimed female singer。
え、シンガーズでしょこれ。ポンポン間違ってる。アルサッチャー、メリリー、メロディック、アルフラス、スル、サレイシュス。意味も書いてくれてね。で、スゴージはこれ、英単語検定1級で覚えたな。堆積物を取るだった気がするけどな。ああ、当たってた。そう、ゴージというのもやったよね。次の文のクラニアでも。The Sunlight has just... なんで正解してんの、セキン TV。The whole prolific farm into arid... なんか、TikTok フォロー始まった。Sweltering, scorching... あ、暑い系だな。Cryogenic balloon... あ、そっかそっか、暑い系だからか。トラウト、はいはいはい。魚だよ、知ってるよ。マスかな？マスオ TV です。よし。ピクチュラスク。絵のような、非常に美しい。絵のように美しい。ニモさんも同じじゃない？何それ？いや、ピクチュラスクは2でも3でもどっちでもいいですよ。絵のように美しいから、とっても美しいって意味でしょ。そして疲れた。はい、これは楽勝。3番。よし。42問。Benril。野生病のじゃない、多分。だって他のが違うもん。アスフィン。サフォケイトこう苦し首こしめられて苦しむとかでしょ。サーマウントでしょ。サーモンが呼び出すでしょ。あ、そうなんだ。イディオシンクラティック、あ、これはね、あの言語学でよく使う表現です。はい、独特な。イディオシンクラシーとかね、言語学でとてもよく使いますね。そう、イディオとかイディオムとか。オフ。 Most healthcare workers working at theforefront of the COVID-19 spread is not commensurately paid for what they are sacrificing. Commensurately の意味として、これは知ってるぞ。そうじゃない、こんなこう補うとか込むのとこだよね。よし、俺は文脈でも知識でもいけるな。カット。よし、やりました。ティンバー。本当だ、木材の意味がない。シアターとかああいう風にはいかないわけですね。なるほど、勉強になった。いやー、だいぶレベルが高かった気がするんですけど、途中、鬼レベル高くなかったですか？まあ、まだまだ忘れてる単語はたくさんあるってことですね。いやー、精進しなければ。まだまだ頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.